字だよ、数字。数字の配列。どういうことだ。走ってんな、馬じゃねえって話だ。数字だ。今回はレッドジャイアント社のプルーラルアイズとアドビ社のプレミアとの連携方法を紹介していきます。今回も映画人生は賭博のごとしのシーン8、9ショット4カット分の素材を使用します。まず映像ファイルをプレミアのタイムラインに載せましょう。今回は編集で作業時間が限られていて OK のショット以外はまず使用しないだろうというケースを仮定します。プレミア上で映像の OK ショット4カット分を先に抜き出します。 OK 抜きをしたら音声はひとまず全部乗っけてしまいましょう。音声の OK 抜きはプルーラルアイズで同期した後に行います。ウィンドウからエクステンションでプルーラルアイズを起動。あらかじめプルーラルアイズをエクステンション登録しておいてください。プロジェクトが保存されるという確認が出るのでコンティニューをクリック。プルーラルアイズ上にプレミアのシーケンスと同じものが読み込まれます。 OK 抜きされたビデオトラックと9個のオーディオファイルがありますね。音の波形を読み込んでいます。下の緑色のバーで進行状況が確認できます。完了しましたのでそのままシンクロナイズのボタンを押します。緑色のクリップが同期済みで赤色が同期できなかったクリップです。上に載っている動画ファイルは全部緑色になっているのが分かりますね。確認してみましょう。そんなこと言わないで頼む。俺にはもう後がないんだ。確認はプレミア上ですればいいのですが、せっかくなので今回はプルーラルアイズ上でも再生してみます。数字だよ、数字。数字の配列。どういうことだ。バッチリ同期していますね。結果をプレミアに戻します。エクスポートタイムラインをクリック。中ほどにあるチェックはオンにすると同期しないファイルを除外したシーケンスも追加で作成されます。今回は必要ないのでオフにしておきます。エクスポートをクリックすると自動的にプレミアに新しいシーケンスが追加されます。その新しいシーケンスがプルーラルアイズからエクスポートされたタイムラインになります。こちらでも確認してみましょう。俺にも教えてくれ。なあおっさん、馬券ってのはてめえで考えて買うもんだろう。俺は予想家じゃねえんだよ。そんなこと言わないで頼む。数字だよ、数字。数字じゃねえって話だ。数字だ。バッチリ同期してますね。数字が走ってんだ。配列。間のオーディオファイルは NG トラックのものなので削除します。プルーラルアイズを使用すればこのように音声別撮りの素材の同期が簡単に行えます。さらに今回のような OK トラックのみ同期したい場合にはエクステンションで連携すると作業の手間が大幅に軽減できます。プルーラルアイズと Adobe Premiere の連携の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。